どうも、さとくです。では、今日もやっていきましょう。今日の絵はこちらです。前回の続きですね。では、やっていきましょう。と言いつつ、準備ができていなかった。はい、整いました。シャープの181。トレースからやっていきましょう。ね、200回にだいぶ近づいてきてるんですよ。違うな。200回にだいぶ近づいてきてて、200回でまたちょっと何かを変えたいなぁとは思ってるんですけど、ちょっと考えてます。まだどうするかとか、おおむねすら決まっていない状態ですね。で、そう、今日、このポーズだから言ってもいいかなで、あんまりね、僕、喋らないんですけど、下ネタは。ちょっと下ネタなんですよ。っていうのが、今日、会社で仕事してたんですよね、普通に。で、パソコンを売ってて、昼休みに、タバコを、アイコスをね、吸うために、喫煙所に向かったんですね。で、そこでタバコを吸っていたんです。ジムのおばちゃんが、お疲れ様ですって、通り果てで、僕も、お疲れ様ですっていう、たわいもない話ですよね。で、パソコンをね、仕事で使って、肩が凝るじゃないですか。ああ、肩凝ったなぁと思いつつ、肩凝ったなぁと思いつつ、なんていうんですか、肩を回す？肩に手を当てて。で、自分の部署に戻ったんですね。そしたらたまたまそのおばちゃんが書類を持ってきた、郵便物、僕宛てじゃないんですけど、うちの事業所メンバー、チームのメンバーに、郵便物を持ってきた、お疲れ様ですってまた、みたいな。さっきも会いましたね、みたいな感じだったんですよ。で、もう一人うちの同じ先輩に当たる人なんですけども、もういらっしゃって、二人やったんですね。で、メンバー的に言うと僕一人です、男性。男性、先輩、おばちゃん。っていうメンツやったんですけど、とりあえず5分測ります。はい、5分経ちました。ではチェックしていきましょう。で、話の続きなんですけど、どうでもいい話なんですけどね。その、ジムのおばちゃんと、うちの先輩で、痩せたか痩せてないかの話をしてはったんですよ。で、そのジムのおばちゃんに、うちの、先輩が、ちょっと痩せた？みたいな話をしてて、いや、痩せてないですよ、っていう。話をしてて、結構、僕からすると、どっちでもいい会話やったんで、入らなかったんです、もう。で、下手に痩せたのどうだのこうだのに、会話に加わると悪者にされがちじゃないですか。実際に太ってて、あ、太りましたか？みたいな話をしても、デリカシーがないって言われるし、痩せましたねって言うても、なんか、変にとらえられるのが嫌で、あんまり入ってなかったんです。その会話自体に、そもそもね。で、入ってなかったら、そのおばちゃんが、どう思うって振ってきたんですよ。で、わー、ちょっとめんどくさいなーって思ったんですけど、ちょっとわかんないですと。そんな太ってるかしてるかで見てないじゃないですか、日頃男性は。この人太ったなとかって、がっつりチェックしないと思うんですよ。僕はしないんですね。ましてや仕事中に。で、いや、ちょっとよくわかんないですって言ったら、なんかどうも二の腕の話をしてたみたいで、で、どう二の腕って言ってきて、出してきたんで、ちょっと、こう、あ、どうなんやろうと思って、気持ち悪いわけではないんですけども、ちょっとめんどくさいなと思って、で、なんか、はははは、みたいな、愛想笑いをしたんですよ。で、そしたら、もうこっから名言ですよ。もうその後、大爆笑で終わったからいいもののなんですけど、何歳ぐらいのおばちゃんかなが、私気持ちいいでって言ったんですよ。もう、ネタじゃないですか。はと思って、触ってもないし、触りたくもないし、で、気持ちいいか気持ちよくないかなんて、そこで判断別にしないじゃないですか。で、どうよと思って、あーみたいな感じで、クスクス笑ってたんですよ。はぁみたいな、意味がわからんと思って。で、そしたらその上司の方も察してくれて、どういう意味ですかって言ったら、ここが、この二の腕がぷにょぷにょしてて気持ちいいよっていう話だったんですけど、なんか、あ、そういう意味ですね、みたいな感じで、なんか誤解される可能性もありますよ、みたいな雰囲気で言うと、その、おばちゃんも、そういう意味で言うたんじゃないみたいな話になって、いや、それは分かってるんですけど、って言って、まあ、笑い話で収まったんですけど、なかなかないですよね。その、女性が男性に向かって職場で、ましてや他部署で、同じ会社ではあるんですけど、他部署で、男性職員に向かって女性職員が、私気持ちいいでってなかなかやなぁと思って、もうちょっとね、そういう、なんかこんな絵描いてるからなんかとかって思いつつ、今回は、あれ？あ、違う。そう。これは出しとかなあかん。よいしょ。こう。で、これ消す。ちょっと面白い話やったんで、適当に加えてみました。では、チェックしていきましょう。ここ、まあ、おおむね覆ってるかなと思います。ここまで。まあ、ここもちょっとずれてるけども、まあ。ここまでは覆ってる。あとはこの頭の、ここね、書き直したんですよ、大きく。これが原因かなと。で、耳もちょっとずれてて、そのせいで首がずれてる。多分ここのずれが影響してます、ここは。で、首もその分ずれてますね。で、肩のスタート位置ほとんど一緒なんですけど、また方向性、距離の問題がまずありますね。ここの距離。で、ここが一緒ということは角度が違うということですね。こっから、この角度と、こっからの、この角度。なんで、ここが全然距離が空いてしまってるんで、まあ角度の差でこんだけ大きくずれるかなっていうところがありますね。で、これに関しても、こっから、ここなんですよ。で、もう一つの方が、こっから、ここなんで、あ、でもこれは結構、あ、でもちょっとずれてるかな。で、その後ですね、肘からのここに関しては両方ともまあ今回良かったんではないかなと。意識したのは、ここの距離です。ここの距離です。ここの距離、肘から、前腕の外側までの距離、前回かなり長かったんで、ちょっと意識しました。で、またね、これ、微妙にずれてるんですけれども、ちょっとだけ動かしていきます。こんなもんかな？はい。こんなもんかな？で、動かしてみると、胸の形ほぼ一緒ですね。こっち側若干ずれたかな、上に。うん。で、合わしたのはここなんですけど、最近ここが合うと、おおむね合うようになってきましたね。ここら辺も合ってるかなと。で、この足の方向性と、これ、あと、この辺かな。若干ズレはあるんです。で、反対側も赤い方が、ここ。あ、でも、こっち側合うてるな。あ、合うてるな。うん。ここのズレとか、太いとか、太さのズレはあるものの、距離感と方向性は合ってるかな。形もそんなに大きく変っていうわけではないんで、もうちょっと痩せさせる感じかな。ここもちょっと、ここは下に入ってるんで、そんなに変わらんのかな。でもちょっとムチッと感があるかな。で、反対側、こっちの足に関しては、形は多分そんなに大きくずれてないと思うんですけれども、もう方向性ですね、もろ。そこを注意していきたいなと。あと手もちょっと太い。ここがね、こんだけ太いんで、ここも。だいぶ合うようになってきたかな。ただ顔と体のバランスが合っていないんで、そこ、なんとかしていきたいなと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。少しでも参考になったな、気に入っていただけた方、よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また動画概要欄も見ていただけるとありがたいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。